なんで撃ってくんだよ。またですか。エビスナってさ、マジで厄介なんだよな。ロケランよりさ、スナイパーの方が強えな、これな。普通に考えて。今回は、トマト共和国に、ビクトリーロイヤル目指していこう。さて、今週のトマトは、ピッピカチュウ。さあ、やっていこう。ねえ、僕みたいに罰ジャンプ、コントローラーを日本でしか使ってないんだよね。結構ね、割と真似できやすい感じなんだけど、こんなにね、簡単な操作方法でなんか、ビクロイしてるのもちょっとおかしいよな。みんななんか、罰ジャンプじゃなく R3 とか L1 ジャンプとか、みんな工夫してんのに、なんかね、なんか足音聞こえたぞ今。なんや、どこ、1、え、殺されてんの。 OK、 ダブルキルとはいかない。何やってんのあいつも。面白いことができそうだな。うん、ちゃうねん。いてねえ、ちょっと待って、ちょっと面白いことしようよ。ねえ、ちょっと待ってって。あ、待ってお前、うわっ、お前やりよったな。やば、違う、どこ行ったあのお化け。いや、ふざけんなよー。いやー、一緒に遊びたかったんだけどなー。ちょっと逃げられたわ。もう分かんない、どこ行ったか。オーケー、リロードできてないんかいこれ。かなり一撃ローだな。オーケー、 MGG 入っています。こうか、合ってる。おお、何、事件はどこだ、事件はどこで起きている、どこで、どっから撃たれた、あれか、うわお、うわわ、最悪、あっはい、オッケー。ゴリラ TV って誰だよ。俺の兄貴のチャンネルみたいな名前だな。ボクシングチャンネルの兄貴が YouTuber になったらどうなんだろうね。全部秘密言われそうで怖い。何でもありだからな。なんか街中で絡んだらちょっとヤバそうだなって思う人いるじゃないですか。あんな感じですね。見た目もあんな感じ。僕と兄貴は性格も、まあ見た目は結構似てるかもしれないかも言われるかもしれないけど、性格真逆なんですよね。僕結構平和主義で、兄貴はもう誰とでも喧嘩するみたいな、もうすっごいなんかもう怖い、まあいわゆるドキュンってやつですね。はい、人狼殺やめてないっすよ。人狼殺やめてないっす。やりたいなとは思ってるんですけど、今本当にやってない。今本当にやってない。時が来たらやる。神ゲーだからな、人狼殺は。もうちょっとヘビスナ持っとくか。
エビスナってさ、マジで厄介なんだよな。アーマー200着ててもさ、この武器貫通するじゃん、脳みそ。もうやばいでしょ、これ。何やってんだよそうでしょ。いや、嘘でしょ。シーズン6だっけ今。空飛べる時代に落下し、嘘でしょ。あ、ボラギノールだ。ジニーはボラギノールみたいな。ほら。元気ないな。お前もジカ。声でかい。ボラギノール。外にはさっと濡れて。CM やってる。中ならチュッと注入な。へー、頭いい。声大きいぞ。それいいな。ジニーはボラギノール。やってるね。やっちゃってるね、ボラギノールさん。さてと参るわ。Oh my goodness! Oh shit! 足玉だった。やべ。いやー当たってないの？ん？ゾンビか。あと2人。うわうわうわ、めっちゃゾンビ。うわうわうわ、やってるやってる。邪魔。一番上か。どこにいんだ俺。ゾンビってアンチダメージ入んないの？うわ、いた！どこ撃ってんの？あ、いねえ。いや、あっちなんだよな、あっちが。いや、どうするこれ。Oh my goodness, GG! 4連ビクロイ。初見さん、皆さん、チャンネル登録よろしくね。Oh my goodness, I love you!